こんばんは、作曲家の和田貴文でございます。ワーダー専門学校じゃねえよのお時間がやってまいりました。はい、前回に続きまして超初心者向けイコライザーの使い方編です。このコーナーはですね、もともと私作曲家としての、ノウハウをメモしていこうと思って始めたものなので、基本的に仕事としてやってる方のためのエンジニアリングの知識というものをここにメモしていたんですけれども、ちょっとレベルが高すぎると初心者には何言ってるんだかわからないと、そういった声も多くお寄せいただいているので、この前のコンプから引き続きですね、初心者向けの EQ のお話をしたいと思います。もし面白かったらいいねボタンとチャンネル登録ボタンを押してください。押していただけるとですね、皆さんのところにこうおすすめで出てくるので非常に私は嬉しいです。というわけで今日は3つのポイントで説明していきます。まずはイコライザーとは何なのか、イコライザーで何をするべきなのか、そして実際にプラグインソフトウェアを使ってですね、イコライザーの使い方を説明していきます。うまく説明できるかどうかドキドキです。そもそも EQ イコライザーとは何なのかというお話なんですけれども、これは特定の周波数帯域を上げたり下げたりするエフェクターですね。元来はですね、アナログレコーディング時代に機材の特性上ですね、高域が落ちてしまったり低域が落ちてしまったりするのを、補正するために生まれた機材なんですね。興味がある方はこれをきっかけに掘り下げて調べてみてください。私も具体的に正確なことを知ってるわけではないので、鵜呑みにせずですね、ご自分で調べると面白いと思います。で、例えばレコードとかも低域が入ってると針が飛んでしまうんですね。なので針が飛ぶのを防ぐために、低域を減衰させた状態でこの溝を刻んでおいて、プレイバックするとき、再生するときにそれを元に戻すというのをしてたんですね。これがフォノイコライザーと言われているもので、元に戻すイコライザーですね。なのでこのイコライザーというのは元に戻すための補正のエフェクターです。元来は元とイコールにするものでイコライズするものでイコライザーということですね。はい、昔イコライザーっていう映画あったと思うんですけど、あれはどういう意味なんですかね。なんか元に戻すというか均一にするとかそういう意味なのかなと思ったんですけど、ちょっと調べてみたら致命的な武器という意味合いもあるらしくて、イコライザーっていうのに、まあ、ある意味 EQ も致命的な武器なのかもしれないですね。はい、でそもそも音っていうのはいろんな音が混ざってできてるんですね。例えばピアノの音一つとっても1音押しただけ、例えばラの音をポーンと弾いても普通はラの音だけが鳴ってると思ってますけど、実はそれ以外にもいろんな音程が入ってるんですね。ちょっとこのスペクトラルアナライザーで見てみましょう。はい、ではピアノの音鳴らしてみますね。はい、わかりますか。ここ今一番下の音がここ気音と呼ばれるものなんですけど、ここから何個か山があったと思うんですね。これが倍音と言われるものです。これ一個ずつちょっと聞いてみましょう。はい、といった感じにラの音だけだと思っていたものが上に和音になって入ってましたよね。こんな感じでこの倍音というものが鳴ることによって、これが皆さんの知っているピアノの音の特徴になっているわけですね。では今度はピアノを弱い音から強い音になるのを聞いてみましょう。はい、といった感じで、強くなるほど倍音が出てきますよね。小さい音だと気音の方に集中していて、強くなるほど倍音が増えていくということが起きているのがわかります。まあ、ほとんどの楽器がこのように強くなるほど倍音が増えるという特性があります。では他の音も聞いてみましょう。スネアドラムの音で聞いてみますね。はい、この下の方の音から上の方の音まで割と均一に出てましたね。
これは音程のある音以外にもいわゆるノイズですね、まあ、音程があるもの以外をノイズって言ってしまうのもちょっと乱暴なんですけれども、ノイズがいっぱい入っているのでこのようにまっ平らな感じの音が鳴っています。はい、では次に声、ボーカルの音を聞いてみましょう。 Sometimes you picture me I'm walking too far ahead Sometimes you picture me。 はい、こんな感じで気音の部分は割と安定して鳴ってるんですけど、それ以外の部分がそれぞれ別々の動きをしてグニャグニャ動いてますよね。例えばサシスセソの音は高い方の音がすごい飛び出ますし、飛び出るタイミングがバラバラなんですよね、ボーカルって。こういった感じで音っていうのは分解するとサイン波になってしまうんですが、それぞれのサイン波がバラバラの動きをすることによって音の特徴ができているということです。なのでこの倍音の並び方とか、倍音のその動きですね、それぞれの動きによって音色、音色の特徴をつけているので、これが崩れてしまうと全く別のイメージの音になってしまうということなんですよ。それで先ほど冒頭でもお伝えしましたが、これを録音するときに偏りが出てしまったときにそれを補正するために使うのがイコライザーだったんですね。特定の周波数だけを持ち上げたり減衰させたりということをします。はい、それでは EQ で何をするべきなのかということなんですけれども、その対象の音源でこれ EQ で何をすればいいのかわからないという方もいらっしゃると思うんですけれども、そんな時は使わなくてもいいんですよ。これはイコライザーというのは自分のイメージしている音と違う時、乖離がある時に補正するために使うものなんですね。なのでイメージ通りの音をしているのであれば使う必要はないということですね。まあ、ただその自分の耳がやっぱり信じられなくてこれ合ってんのかなって分かんない時もありますよね。これを何かしなきゃいけないと思って何かいじってしまうと、先ほど言ってたその倍音の並び方とかが変わってきてしまうので、音のイメージが変わってきてしまうんですね。なので変にいじらない方がいいと思います。はい、では実際の EQ の使い方ですね。私が個人的におすすめする使い方なんですけれども、基本的にハイシェルフというものとローシェルフというものがおすすめです。主にこの DAW についているイコライザーというのはパラメトリックイコライザーというものがほとんどなんですけれども、これって特定の周波数の本当に一部分だけを細かく上げるってことももちろんできるんですけど、これって初心者の方がそこまでしなきゃいけないパターンってそんなないと思うんですよ。これすごく高レベルなことだと思っていただきたいんですね。まずはその基本的な音のイメージを整えるってことに注力した方がいいと思います。ということでイメージを崩さずにイコライズするという方法なんですけれども、ハイシェルフ、ハイシェルフというのは、シェルビングとも言うんですけども、だいたいこのイコライザーにはシェルフって書いてありますね。ハイシェルフっていうのはハイをこの基準となる周波数から上ですねを上げるものですね。下げることもできます。でポイントはこの Q というのは幅を決めるものなんですね。このように広く浅くかけるものと、急激なカーブで深くかけるもの、これをこの Q というものを変えることによってなだらかにするのか、急激なカーブにするのかを決めます。で私がおすすめするのはここはなだらかな、割と緩やかな感じにするのをおすすめします。では先ほどのピアノから聞いてみますね。はい、といった感じで高域の先ほど言ってた倍音の部分が増えたり減ったりしましたよね。で先ほどちょっと実験で弱い音から強い音まで出した時にどんどん倍音が増えてきましたよね。これがつまりこの倍音の部分を切るということは音が弱くなって聞こえるということなんですよ。その数学的に言ってしまえば音がこもって高域が少なくなっているということなんですが、音楽的な表現で言えば音が弱くなって聞こえるってことなんですね。はい、それでは同じようにローシェルフというものがあります。
これは先ほどと反対で、低域、この基準の周波数から下の低域を上げたり下げたりします。このようになってますね。で、先ほどと同じように緩やかなカーブにします。はい、このピアノのゴトっていう音まで聞こえますよね。音楽的にこの音が必要なのか必要じゃないのかっていうところによって、この上げるのか下げるのかっていうことをするんですけれども、これも先ほどと同じようにシェルビングだと音のイメージがそんなに変わらずに重心を低くするのか高くするのかっていうことができるんですけど、これをですね、ベルという、これですね、こういった特定の周波数だけをピンポイントで上げるものがあるんですけど、これを使うと倍音の配列というか変わってしまうので、違う音に楽器のそもそものイメージが変わって聞こえちゃうんですね。なので私はこのベルを使う前に、先ほどのシェルビングというもので、この重心のシーソーをですね、どういう風に傾けるのかっていうのをまず最初決めるっていうのが初心者にはいいんじゃないかなと思います。で、それをやった上で必要があればですよ、本当に音がこの音なんか妙に飛び出ちゃってるなとか、録音がうまくいってなくてこれおかしいなっていうところがあった時に、特定のポイントをちょっと抜いてみたりとか、これ極端にやってしまうとやはり音が変わってしまうので、あんまりおすすめはしません。まあ、とは言ってもですよ、ミキシングにおいてやっちゃいけないということはないので、それがもし求める音になるのであれば私は何をやってもいいと思います。はい、ただくれぐれもですね、やりすぎると、だんだん耳が慣れてきてしまっておかしくなっていることに気づかないなんてこともありますので、私はシェルビングで、この重心を整えるのをやるといいんじゃないかなと思います。じゃあちょっとスネアの音でも聞いてみましょう。はい、スネアの音は特に高域にスナッピーの響きが多いので、高域を上げるとアタック感が増しますよね。波形で見てもこのスナッピーのバシンって音、最初の音は非常に早く出てますし、これが出るか出ないかでリズム感がだいぶ変わって聞こえますので、こういったところで打点をしっかり出したいっていう時はこのスナッピーの上の倍音の方を上げていくといいんじゃないかなと思います。では、ボーカルの方で聞いてみます。Sometimes you picture me, I'm walking too far ahead. Sometimes you picture me, I'm walking too far ahead. Sometimes you picture me, I'm walking too far ahead. Sometimes you picture me, I'm Walking too far ahead. Sometimes you picture me, I'm walking too far ahead. Sometimes you picture me, I'm walking too far ahead.Sometimes you picture me, I'm walking too far ahead.
Sometimes you picture me, I'm walking too far ahead. Sometimes you...はい、といった感じで、これが今やったのがいいか悪いかっていうことではなく、このように変化させられるということを、覚えていただければ、あとは自由に自分のイメージした音に近づけるためにこれをうまく利用すればいいと思います。単体で聞くとこれちょっと低音出すぎじゃないって思うこともあるかもしれませんが、他の楽器との対比なので、基本ミキシングというのは、このコントラストを作る作業だと思います。なので例えば低音の楽器でベースとかギターの低音を聞かせたいのであれば、ボーカルのどの部分を聞かせてあげればいいのかとか、これはアレンジにも関わってくることなので、一概にミキシングだけの話ではないと思います。まあ何が必要なのか何が必要じゃないのかっていうことをよく見極めて、自分のイメージを大事にして自分のイメージに近づけるために使うといいと思います。必要がなければ使わなくてもいいということです。はい、というわけでなかなかEQ をこうやって初心者向けに説明するというのが、初めてなんですけれども、超初心者向けにということで話してみたんですが、やっぱり難しいですね。専門的な言葉を使わずに説明するというのが難しくて、まあ、もしこれで EQ のことが分かっていただけましたら、以前作った動画こちらにちょっとリンクを貼っておきますので、こちらの方もどうぞご覧ください。というわけで今日はこんな感じで、ご視聴ありがとうございました。